皆さんこんにちは、ヘムチャンネルです。今回の動画は、なんとヒロアカコラボのミシック武器が出たということなんで、そいつの入手方法と性能について紹介していきたいと思います。では、どうぞ。多分、ドラゴンボールと一緒で、上からなんか降ってくんちゃうんかな。オールマイトっぽいやつ。まあ、とりあえず真ん中。あ、ほら、マップに出てきた。この辺。がっつりオールマイト。はい、いや、もう降りてったんや、今。マップに出てから降りるまで早かったっすね。今一瞬見えたでしょ、オールマイト。さあ、この、おるおる。存在感がやばすぎるわ。これっすね。笑ってもいいけど。さあ、出ましたよ。テクノスマッシュ。やばそう。性能は？なし。さあ、どういこうかな。3発撃てるみたいですね。どうしよう。試しに、この建物に打ち込んでみますか。すごすぎて、範囲攻撃が。どうなったんやろ。じゃあ、とりあえず、この辺の鉄に打ち込んでみますか。目標はこの辺。わからん。どこまで届くんかがわからんから。周りの鉄も壊れましたね。500ダメージはいくってことが。じゃあ次は NPC に打ち込みたいと思います。ちゃんと当てれるかな？はい、ごめんよ。え？どこ行った？やば。え？どこ行った？マジで。真面目にどこ行った？やば。まあ、こんな感じで、オールマイトが降ってきて、そこから、テクノスマッシュ。3発ですね、取れます。なんか噂では、自動販売機も発売。めちゃめちゃ出てきたやん。なんか噂では、自動販売機でも発売してるみたいなんで、売ってるみたいなんで、よかったら皆さん、試してみてください。説明は以上です。この動画参考になったという方は、グッドボタン、チャンネル登録、概要欄にある Twitter、Instagram のフォロー、もしよければ、クリエイターサポート、HMCH をよろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。